おはようございます。11月13日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組はガイドブックなどではあまり紹介されていないけど、よく見てみるとはたと気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にありすぎて普段なかなか見えてこない隠れた川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。時にマニアックすぎる内容やニッチすぎる話題もちょくちょく登場いたしますので、あらかじめご了承ください。この番組は旅行や散策で、川越にいらっしゃる方はもちろん、地元にお住まいの皆様にもぜひ、お聞きいただければと思います。お相手は小江戸川越のらりくらりでございます。ということでね、県民の日前日ね、今日もですね、朝早い時間から本当にお聞きいただきましてありがとうございますね。このお聞きいただいている中でですね、スポンサー様やりたいよという方がいらっしゃいましたらですね、今絶賛募集中でございますので、ラジオ川越のホームページよりスポンサーというところをですね、ご確認の上ですね、ちょっとなってやるかというふうに、な方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いをいたしますね。さてですね、もうどうでしょう、染まってますか、皆様のご自宅の周り、赤とか黄色とかね。だいたい時期的に今の時期だと中院さんあたりとか、北院の泥棒橋あたりとか、お伊勢通りもそこそこいい色になってるんじゃないかなというのがありますがね、まあ、自然のものでもありますし、もし、ね、この放送時点で、もう散ってるよという方がいらっしゃいましたらね、ぜひツイッターでツッコミを入れてください。ハッシュタグはひらがなで野良倉、半角数字887の、いわゆる野良倉887ラジオ川越、これでですね、ぜひぜひお願いをいたしたいなと思います。さて、川越の市街地を、囲むようにある旧休暇村、なんだかんだでですね、あと3村を残すことになりましたね。前回は高品村と福原村をお送りいたしましてですね、今回はですね、まあその隣の大東村と順番でいけば霞ヶ関村になるんですが、一つ飛ばして名護市村、こちらの方のご紹介をまたまたざっくりとさせていただきたいなと思います。なんで霞ヶ関飛ばすの、そんなご意見が出てくるかと思いますが、これはね、理由ははっきりしております。はい、大人の事情ですね。大人の事情で霞ヶ関を飛ばしまして、次の回に回したいなと思いますね。この大人の事情ね、意外ともうそろそろ情報漏れてると思いますので、ぜひですね、ツイッター等を確認してみていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、じゃあまず大東村からいきましょうね。大東村ね、これね、同じ文字を使った大東村っていうのはかつて福島県にあったそうですけどもね、あとはね、南大東村っていうのがあったのかっていうのがありまして、こちらの方がですね、もう編入合併はもう皆さんいいですよね。1955年、昭和30年ね、編入合併で、合併当時がですね、1950年時点で6912人、思ったより人多いですよね。前回4000何百人クラスですから、もしかしたらこれが、ね、産業とか後にできた川越佐山工業団地あたりに絡んでくるのかななんていうような、予想も立っております。で、こちらの方がですね、やっぱり1889年、ね、明治22年 のいわゆる町村制施行の時に、大袋神殿、藤倉、山城、増方が合併して日東村というのができているそうです。で、さらにですね、大塚神殿、南大塚、豊田本村でいいのかな、豊田神殿、生延村が合併して太田村というふうになっております。そしてその2つの村が1943年、昭和18年に合併して大東村が発足しております。
ということは、結構ですね、村の前の村っていうのが残るような場所なんですね、うん、で やっぱりですね、これ大東村の場合は大地ともう一つがやっぱり平野部っていうか、少し水が豊富な土地というのがありまして、まあ、大東村のメインの川といえばやっぱりですね、あれかな、入間川かな、ね、入間川が流れていて、こちらの豊富な水というところで水田があったりですね、うん、しております。で入間川っていうのはもう昔はですね、こう砂利の採取、コンクリートに混ぜるための砂利、専門用語でいうと骨材だったかな、砂利が粗骨材で砂が細骨材だったように記憶しておりますけどもね、はい、その骨材の採取の場所でもあったそうなんですね。で、この骨材を運ぶために実は、そろそろ出るなとも期待している方、期待をですね裏切らないでいきますね、これを砂利を運ぶために鉄道が敷かれました。はい、お約束のパターンです。1925年の2月15日に開業したのが西武の芦名線、南大塚の駅から出るだいたい 3.2 キロぐらいの路線なんですけども、こちらがですね、この入間川の砂利を採取するために作られて、それを運ぶために、ね、本線に運ぶための鉄道として作られました。で、1963年に休止になっております。でこれはね、いろんな事情もあったんですけれども、基本的には河川での砂利採取が禁止になったという法律があったというふうに伺っております。対岸のですね、霞ヶ関の駅前から出ていた埼玉県県営鉄道というのも同じような理由で休止廃止になっております。でおそらくですね、これ砂利を運ぶために作られた線路っていうのは意外と多くて、痕跡こそ少なかったり残ったり、ね、してない場合が多いんですけれども、東急の世田谷線系統のですね、いわゆる路面電車が走ってるあたりあるじゃないですか。あの世田谷線とか玉川線とかね、いうのが、新玉川線沿いかな、などはですね、やっぱり砂利を運ぶために作られたというふうに言われております。はい、で、この芦名線ですね、1963年に休止になって、だいたい54年後の2017年の5月3日にですね、正式に廃止になってます。でこれなんで、これ休止期間がこんなに長かったのかということですよね、これね、近年の鉄道っていうのは基本的に新しく作る場合は踏切作っちゃいけないんです。これ安全上の理由で、だから上を通るなり下を通るなり立体交差にしなさいというような形になっておりました。でこれをね、廃止にしちゃうと後でですね、出てくる話の時に非常に都合が悪くなってくるんですよね。でこの芦名線は一回再利用の計画がありまして、かつて砂利を採取していたあたりに、入磯駅と新所沢駅の間にあるような、いわゆる電車のお家を作ろうというような計画がありまして、そのための連絡用の線路として残しておこうという形であえて休止にしておいたんですね。で、これね、廃止にすると、さっき言いましたように改めて線路を引っ張らなきゃいけないということは、踏切を作っちゃいけないということが、立体交差等にしなければいけないということは、お金がかかりすぎるということで、線路の席だけは残しておいて休止にしておきますと、現代の保安設備にのっとった踏切の設備、ね、いわゆる遮断機、警報機、これが、備えられれば、第一種踏切っていうんですけども、これが備えられれば今の踏切そのまま使えてたわけなんですね。ただ国道16号線のところはどうだったんでしょうねという形ですね。国道16号線でも、国道16号線どちらかというと、16号線が後からできているので、順番から行けば16号線が上を越えるか下を潜るかなんですが、スペースがないですよね。だからどうなるのかっていうところは結構ね、いろいろ議論にはなってたらしいんですけども、この芦名線というのはそういった経緯で休止というような形で、ずっと存置されていたそうなんですね。だから
時代が時代で世が世であればこのアイナ線今でもですね黄色とか銀色とかあるいはドラえもんっぽい何かがですね、うん、電車の運転を始める前とか、電車の運転が終わった後にですね、ゴロゴロ走っていたんじゃないかななんて思っております。線路跡に関してはね、今全線立ち入り禁止になってまして、昔はですね10年ぐらい前まではね意外とね立ち入り禁止の札はあったんですけど、線路の中に花壇あったり野菜作ってたり散歩道になってたりっていうんで意外とですねアイナ線散歩道として開放されてました。そして川越が舞台となりました翼っていうね、NHK の連ドラありましたけども、その一部でもですねロケの中でトロッコを走らせてみたり、でそのトロッコを走らせた部分の一部を整備して遊歩道にしてみたりというような試みがあったというのはありますよね。だから意外とですね埼玉県廃線跡というので、この検索していただきますと意外とアヒナ線上位に出てきますんで、このアヒナ線かね、アヒナ線の方ですねご覧になってみてもいいんじゃないかな。これ真剣に線路の脇を歩いてでもう1時間ちょっとぐらいで終点まで行けるはずなんですよ。かなり遠回りになりますけどね、ただ線路の中に入らないにしてもヤブとか雑草とか結構多いんで、その近くが ね今の時期ですとちょっと凶暴になってるスズメバチさんがいらしたり、それから頭が三角のヘビさんがいらしたりするんで、もう入る方は自己責任で線路内にはもう立ち入らないようにしてください。枕木なんかも腐ってて、大変危ない状況になっていると言われております。40年ぐらい前本当にね当たり前のように入って遊んでました。一人でスタンドバイミーごっこができるくらいの開放状態でしたね。これだけでいきますともうアイナ線だけの話で、大東村が終わってしまうんで、今度は南大塚の駅前ね、これ私意外と好きでしてね、この南大塚の近くってね普通のラーメン屋さんがあるんですよ、ね、普通のラーメン屋さん、もちろん有名どころのラーメン屋さんもあるのは存じ上げておりますが、こちらはもうねラーメン好きな方なんかで有名でしょうけども、この南大塚前ね、霞ヶ関と並びまして私個人的にはもう一つの昭和の街というふうに勝手に認定しております。これはですね今のやはり霞ヶ関と同様に何て言うんですかね、昭和のその元気だった頃の日本が作った建物というのがまだ現役で残ってたり、それからその名残を引っ張るですね団地とか、高層建築が残ってたりしますので、これ意外とね見てても楽しいかなと思います。そしてですねさっき言ったラーメン屋さん、これね地元のお店ね、ミサイアジサイさんかな、あとは永楽さん、ライムさんで、あとさっき言ったアヒナ線沿いには福来軒というようなラーメン屋さんがあって、でかつては駅すぐ近くにワンプーチンかなっていうですねラーメン屋さんもですね存在しておりました。でいずれも私この4店、あワンプーチンさんも行ってるから5店、5店は全部回りました。別にグルメ日記を書いているつもりはありませんけども、基本的に普通にうまいです。はい、町中華がねなんで生き残ってるかっていうのは別に特に高いとかねめちゃくちゃうまいっていうような評価はあんまりされていないんですよね。基本普通にうまいんです。普通にうまいし普通のお値段でやってるんで、もう周りの方がそこの味をですね愛してしまうという形でこう町中華っていうのは残ってる。で閉店されてしまうお店も確かに多いんですけれども、ね、店主さんがもうちょっと体力的に無理だよとかね、いうようなことがあって閉店されるお店っていうのもあります。そして、その後に若い人たちがじゃあ私たちの味を作っていきましょうってんで、こうやってラーメンの世代交代がね、行われていくんじゃないかななんて思ったりいたしますけど、何の話をしてるんだろうね。でこの大東村実はウエスター川越とちょっと関係がありまして、大東村のもうほとんど狭山のところにありますが少年刑務所で、この少年刑務所がかつてあったのが今のウエスタ川越の場所なんですね。
うん、だから、たまにほら、刑務所の、ね、入っている方々が作った作品を販売するような催しあるじゃないですか、刑務所展だっけな、うん、そういう時にこう川越少年刑務所って上り見ると、お、里帰りしてるなっていうようなね、うん、ことを感じたりしますので、もしそういう催し物がありましたら、ぜひですね、ウエスタ川越さんの方ね、見ていただいてもいいかなと思います。まあ、基本的にはこの入間川街道、今の国道16号線に沿ってですね、発展した町だと思います、ね。まあ、南大塚の由来っていうのはもう何度かお話ししているとは思いますけれどもね、うん、これ、古墳がありまして、南大塚の北側に、北側にありまして、で、大きな塚の南側だから南大塚っていうですね、一番分かりやすい諸説がありますので、うん、この古墳の方もですね、ぜひですね、歩き回ってる折にですね、見てみたらいかがでしょうか、ね。結構ですね、大東村の痕跡って面白くて、あとよくですね、私がお話ししている、境界標、境石ってがありまして、このコンクリートのもので自治体名が入ってる、まあ、川越ですと川越市とかね、入ってたりするものがあるんですけども、大東の場合は一点だけ大東村と記されている、いわゆる境界区域というのが見受けられます。で、これがおそらく元の村役場の近くにあるというですね、お話なんですよね。うん、アイナ線で結構尺取ってますね、やっぱりね。鉄道の話になると話が長くなっちゃいますね。で、本来はですね、この後に、ね、霞ヶ関っていう風に来るんですが、大人の事情で、名古屋村、意外と難読地名なんですよね。私の妻がやっぱり他県出身で、初めて来た時名細って読んでましたけど、まあこれ致し方ないでしょうね。名前が細いと書いて名古屋市、ただもうこれもね、お話ししましたけど、名古屋式っていうですね、これ万葉集だったっけ、うん、そういった古いですね、歌によりましてですね、由来になっているところなので、ぜひですね、うん、意外とこういったものの、うん、文学的な分析も面白いと思います。で、ここも人口多かったんですね。1950年で5546人いらしたそうでして、まあ、これここはね、確か入間郡ではなかったはず、名古屋市はそうだね、駒郡だったような記憶があります。はい、で、こちらの方もですね、ありました、柿の本ひとまろの古家のね、名古屋式稲見の海の沖津波、知恵に隠りぬ山と島根はというのに由来して、このうち三好との枕言葉の名古屋市を取ったと。だから意外とロマンあふれる文学の、地域だったんですかね。うん、名古屋市で一番やっぱりね、有名どころといいますと、霞ヶ関の駅から歩いて15分ぐらいのところにあります、これ永楽寺だったかな、永楽寺かな、うん、こちらもありましてですね、川越内、いわゆる平家の末裔だったかな、川越さんなんですけども、この人の屋敷跡があったということなんですね。まあ、平安末期からですね、南北朝時代にかけて、武蔵の国で最大勢力の豪族であったという川越氏が拠点としていたのが川越館の跡地、うん、川越館ですね。で、ここにある上楽寺、ね、この上楽寺がですね、その川越氏の持仏堂、ね、いわゆる屋外のでっかい仏壇が元になって発展したものと言われておりまして、応安元年1368年の、武蔵平一揆で川越氏が滅んだ後に、扇ヶ谷津上杉がですね、川越氏を攻略するために、国交にですね、陣を引いたと言われております。川越城を攻略するために川越氏の館跡を使って、ちょっとややこしいお話ですけどもね、ある意味の川越っていう名前の発祥とも言われてはおりますけれども、うん、でも確かね、秩父を名乗って川越に来て川越に改名してるので、元から川越だったんじゃないかっていうふうに、説もございます。うん、ここね、非常に広い
原っぱになっておりまして、その中に井戸の跡とか建物の跡が発掘調査されたものが、再現されて、再現というか土台が再現されてますので、こちらもね、あ、ここが川越なんだっていうような感じで、見ていただいてもいいかもしれませんね。多分ね、これ地名の話では何度も出てると思いますけれども、入間川すごい近いんですよ。はい、で入間川っていうのは意外と暴れる川でございまして、これ暴れますとね、どうするかっていうと、飯能とかあの辺から川が流れてくるんで、山の非常に肥えた土を持ってきてぶちまけて、土地が肥えるという、もう何度もお話ししておりますね。これ多分今ツイッターのあたりでまたこの話っていうツッコミがあると思いますが、川が肥えると書いて、肥えさせると書いて川越説っていうのもあります。僕はそれを推しております。はい、まあそれはいいんですけどもね、この名古屋市、もう一つ比叡神社っていうのがありまして、この川越館のすぐ近くにある比叡神社、ここね桜綺麗なんですよね。桜の季節になると、霞ヶ関の駅前からずっと歩いてくると、ふっと冬に道が分岐するんですね、右に。で右に分岐したまっすぐ先が比叡神社なんですけど、ここの桜っていうのはすごいいい感じで楽しめますのでね、お花見はちょっと今の時節柄おすすめはできませんけれども、こちらのですね比叡神社の桜も楽しんでみてはいかがでしょうか。であとはね、坂戸のに行く街道ね、今の県道川越坂戸線かな、ここ沿いにですね、さっきの大東村でもお話ししました教会区、ここら辺とかですね、あと東洋大学の周りとかあるんですわ。ここね、名古屋市村って書いたコンクリートの境界区いっぱいありまして、川越市の中で旧ですね、旧町村の名前を残す、ある意味残しているというところで宝庫ですよ。おそらくね、私の知り合いの某大学教授がこれがどこにあるかっていうのを緯度経度で全部示したのがあったんですけども、私的にも気をつけて見てると車で走りながらでも見られるっていうような位置にポンとありますのでね、車で走りながら見ると危ないので、ぜひ皆さんは歩いてですね探してみてはいかがでしょう。結構本当に数ありますよ。昭和30年ってことはもう60年経ってるわけかな。それぐらい経っていながら残る昔の村の痕跡ね、個人的に非常にロマンを感じます。で意外とですね、美味しいカレー屋さんがあったり、ちょっとマニアックな酒屋さんがあったり、ね、あと伝統行事がある、ね、お寺が残っていたり、あとなんといってもですね、翼館でしょうかね。実際この川越の、から出ている、ね、いわゆるゴミを処理していく場所なんですけれども、この熱を利用した、ね、お風呂とかというのがですね、結構有名で、ね、あと催し物だと環境系の催し物を、ね、年に一度か二度やってたように記憶があります、ね。こういった催し、もう本当にね、パッと見ね、なんかこうこれはっていうのはないですけど、本当に地道に、ね、道を歩いていくと面白いものがあります。例えば昔もそれこそね、数百年前か下手すと千年は経ってないかなぐらい前に、非常に古い板碑って言いましてですね、結構柔らかい緑色っぽい、ね、石を使ってそこにこう何かを彫ってあるっていう、ね、板碑なんですけども、表向き何を書いてあるか全く読めません。でもなんか古いってのは分かるんですよ。裏側に大体ね、何年って掘ってありますから、それを見て、ああもうこんなにこの土地に掘ってあるんだ、でこの道はじゃあもしかしたらこういうとこが飾れるための由緒ある道だったんじゃないかななんてね、想像しながら見てみるのもいいと思います。そして、これね、霞ヶ関でもおそらく出てくる話題だと思いますが、小畔川ですね。小畔川っていうのが結構なね、パワフルな川でして、2019年ね、これね、小畔川暴れちゃいまして、で実はですね、この暴れたあたりに私のところのうちのお墓もありましてね、お墓も水没していたと。
いうのがあってびっくりしましたね。あの土地の低さっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりあの小畔川の元気さ加減っていうのが意外とねあったみたいです。でこの辺になってくるとやっぱり生駒郡というのがありまして、その小畔川がちょっと暴れたあたりにおせんべいの工場があって、その奥まで行くとやっぱり素敵な神社があるんですけど、ここの石灯籠などを見ると駒郡って入っております。南橋では入ってないと思うんですよね。駒郡の、当時の村という形で、書いてありますね。うん、だからそういった古い神社とかを回っていくときっとね面白いものが発見できるんです。あと地形が好きな方でしたら、まっすぐ、ね、川越坂戸線を走っていきまして、小畔川を渡って坂を登り切ったあたりってのが、これがおそらく河岸段丘の跡じゃないかというふうに言われておりました。でやっぱり、土地の切れ目というところになっておりますので、ここらに確かに湧き水が出る場所があったようにも記憶しております。ね、この辺ですね、本当見ていくと意外とね船場と同じような、土地の環境になっているところもありますのでね、駅からゆっくり歩いて隣の駅まで歩くつもりで古い道を歩いてみるのもいいのかもしれませんね。でこれね実はあの合併の直前ね、ここちょっとアメリカ軍が当時のアメリカ軍がやらかしちゃいましてね、ジョンソン基地、まあ、今の入間基地から離陸した F-94 という戦闘機が、やっぱりこの名古屋市上空を飛行中に落ちちゃったっていう、まあ、ちょっと悲しい出来事もありました、ね。まあ、今めったにね交通事故に遭うより飛行機事故に遭う方が珍しい、まあ、確かにそうですね、雷に打たれるより飛行機事故に遭うのが珍しいっていう感じなんでしょうけども、まあ、こういう出来事などもあっておりま、ありましたので、ね、これやっぱり複雑な心境もあるとは思います、ね。ちなみにあの今年も、ね、もう過ぎちゃいましたけども航空祭残念ながら中止になっておりますのでね、来年こそはね、大空のブルーインパルスを拝見したいななんて思っております。で、こちら、ね、名古屋市、これねやっぱり広いから本当にざっくり紹介なんですけれども、ちょうどですね旧道というとこ言われる場所を歩いて行ったりするとですね、やっぱりこの昔の地形とかそういったものがよく見えてまいります。なのでぜひですね陽気がいい時にね、寒すぎても暑すぎても危ないですから、自転車とか徒歩でゆっくり回ってみるのが一番かなと思います。まあさっきの大東もそうなんですけどもね、歩きすぎると疲れちゃうんで脱水症状とかに気をつけて回ってみてください。はいね、川越を取り囲む旧9カ村、これで、4週かけて8カ村終わりました、ね。このカウントダウン的なご紹介が何を表すのかというのはもう大体皆さん想像ついてると思いますので、まだお話ししないでおきます。というわけでね、何度も申し上げますが、当番組スポンサー様募集しておりますね。皆さんが起きやすい時間に、戻れるかね否かというのはそこに意外とかかっているかもしれません。結構切実な問題でございますのでね、ぜひですね皆様の温かいスポンサーの力をですね、お預けください。宣伝は必ずしますのでね、よろしくお願いをいたしますね。まあラジオ川越ともどもですねスポンサーついていただいてね、やってくると、まあ、あの局内とか番組コンテンツなんかもどんどんね充実してくるんじゃないかなと思っておりますので、こちらのぜひですねスポンサーご検討いただければと思います。さてもう毎日毎日寒くなってまいりましたね。明日は県民の日、県民の日ですね、埼玉県150周年ということの県民の日でございまして、川越市内でもイベント、私が知ってる限り新河岸しかないけどあると思いますので、ぜひぜひいろんなイベント調べて、訪問してみてはいかがでしょうか。それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。